周りの人たちにちゃんと理解をしてもらうこと。今日はエイジングサポートアカデミーの看取りのライブ、今日は小林悦子さんにご参加をお願いしているのですが、ちょっとそれぞれ別な場所で収録をしているんですね。で、今回初めての試みでストリームヤードというソフトを使って Facebook と YouTube の同時配信のライブをしています。Facebook でも、見れてるというふうに思います。はい、はい、小林さん、こんばんは。よろしくお願いします。こんばんは。よろしくお願いします。体調いかがですか？体調。はい、大丈夫です。大丈夫ですか？はい。あ、それはよかった。はい、じゃあよろしくお願いしますね。はい、じゃあ先にですね、私の方から簡単にご説明をしていきます。ちょっと資料用意していただきしましたので、ライブですね。で、今何とか見ていただいている人は少し聞いていただいていると思うんですが、エイジングサポートではエイジングサポートアカデミーという今日こういうオンラインの学校を開校の準備をしています。で、大きくは2つのコースを作りました。介護選びコースと介護のプロの養成コースで、それを会員組織にしていこうということで、介護選びはエンドユーザーの方ですね、まあ、ご自身もあるんですが、家族だとか自分の親御さんの介護を選ぶ、老人ホームを選ぶ、在宅サービスを選ぶ、まあ、たくさん教えてくれる場所だったり学ぶ場はあるんですが、なかなか難しいんじゃないかということで、まあ、その情報を提供するスクール、あるいは個別サポートの機会を作りました。で、もちろん私一人でなかなかしにくいので、一緒にその介護選びをサポートするプロを養成するコースというものを同時にスタートさせていきます。で、介護選びコースのテーマは命から学ぶ介護選びコース。これは今日のテーマでもある、私は延べ1000人を超える方々を老人ホームにご入居していただいて、おそらく90数%の方はもうすでに亡くなっているわけですね。だから老人ホームに入居していただいて命を全うしていただいた方々から学んだ、まあ、その生活だとか介護選びというものをちゃんと理論化して、あるいは実践したものをまとめて次の方々に伝えていこうと、まあ、そういう趣旨で命から学ぶ介護選びコースというふうに決めました。で、介護のプロの養成コース、単純に介護の技術を教えるということよりもですね、家族をサポートするプロを養成するということを目的に気にして、介護選びのサポーター、そのプロを養成する。で、もちろん、自らサポーターになるというよりも、今度はアクション会員という形で教える側に回る。あるいは自分でビジネスを組み立てる。介護ビジネスを組み立てるということも支援していこうかなということを次の目標にしています。なので図にするとですね、介護の選び方を学ぶ方々をプロを目指す方がバックアップして、プロを目指す方々にはステップアップをしてビジネス自らの事業を立ち上げてもらうということを目標にしています。で、その中でメインは今日のこの看取りですね。命から学ぶ介護選びなので、はい、もう登場いただいていますが、この講師は一般社団法人生活を支える看護師の会会長の小林悦子さんにお願いをしています。で、そのテーマはですね、看取りのテーマスクールに名前を付けたのが老中ホームとあなたを最強にする看取りというテーマを、付けました。これはですね、どういう意味かというと、
まあ、私の立場でその介護経営という立場で言うと、看取りをきちんとできることによって老人ホームだとかそういった経営が安定する。まあ、なぜならば、まあ、入院が減ったり事故が減ったりすることで老人ホームの経営が良くなって、そこで働く職員も幸せになるということは、そこで暮らす人たちを看取りによってちゃんと人生を生き切って幸せになる、それをサポートする人たちもきちんと、まあ、プロになれるという意味合いで、老人ホームとそれをサポートするあなたを最強にする看取りを一緒に学びましょうという趣旨です。はい、でもちょっとここからもう一度、看取りをするのは誰ですかっていうちょっとテーマを小林さんに投げかけてみたいと思いますが、これもね、あのこの間ライブをやった時に、おそらく聞いてる人も様々で、働いてる施設の種別も様々なので、おそらく看取りというものをそれぞれ捉え方が違うんじゃないかということを考えて、ちょっとこれをこういうちょっと準備をさせていただきました。小林さん。はい。はい。まあ、見取り、小林さんは見取りをされた方も何人くらいですか？延べで。延べで言うと、関わった方は300人以上だと思いますが、もっとですね。関わったという意味ではもっとです。500人ぐらい関わってきたと思いますが、うん、実際看護職をやってた頃と、まあ、今だと関わり方が違いますので、うん、見取っていく人たちと関わるみたいなことの方が最近は多いですけどね、うん、その中でね、はい、その見取りっていうのは本来誰がするか、本来ですか？本来、はい、うん、本来ということに対する答えになるか分かりませんけど、もともとは本人の身内、うん、家族が看取っていくというのが、まあ、理想というか、日本の昔からの習わしというか、そういう意味では家族だと思いますが、現状それができない方々を、まあ、自分たちだけではできない方々を介護保険という介護サービスで我々はしっかりサポートできる体制ができているので、そういう意味では、介護サービスを担っている人たち、まあ、もっと言うと、医師や看護師も含めて医療で家族をサポートする方々、さまざまな立場で看取りをしてはいますね。うん、多分小林さんと一緒に特別養護老人ホームでね、はい、スタート一緒に同じ老人ホームで働いた時のスタートが2006年だ。介護保険ができてから3回目の介護報酬改定があってね、でその時に実は介護保険の中で看取り介護っていうものが制度化されたので、はい、まあ、そこからしばらく経ってもですけど、ほとんどの方が老人ホーム、特別養護老人ホームに入居しつつも、人生の最後を病院で終えていた。看取りっていう、そうそう、はい、看取りっていう制度もなければ、施設で看取ろうという、そういう目的もなかったような気がするんだけど。ちょうど制度ができた時ですよね。2006年、そうそう。はい。なので、まあ、もともと、介護保険を使わない看取りというか、もともと看取りの文化自体はあった日本ですけど、その制度が、なんでしょう、堂々と看取れる、介護サービスとして看取れるという仕組みを後押ししてくれたというか、そういう時代を生きてきたんだと思います。ただし、その頃も、近隣の病院のお医者さんでさえが、特別養護老人ホームで看取るってどういうことだと、うん、医者もいないのにお前ら彼殺しにするのかみたいなことを平気で言ってしまうような、そんな時代でしたね。そうだね、結構その俗に言う協力病院、はい、まあ、その前に特別養護老人ホームで言うと配置医師、うん、配置医師がもう病院に行っても治らないよとか、あるいは施設の中で亡くなった時に
自分のもとで死亡診断書を書いてあげますよということが整わないと看取りがスタートできなかったけど、その2006年当時っていうのは配置医師も3人に2人は看取りに対して批判的で、もともとそういうあの覚悟がなくというか、そういう認識で入っていなかった様子ですね。健康管理をする、健康を害したら病院へ行くという認識を持っているお医者さん、ただしそのお医者さんに健康の末の死はやっぱり先生の死亡診断の役目だよねっていうことで議論をしていく、行くと先生方はそうだよねってことで協力してくれましたけどね。あの頃ね、はい、その看取りの同意の前にその急変時の意向確認っていうのがメインだったんですよ、はい、例えば心肺停止状態になったり、そういった時に救急車呼びますかとか、うん、で病院に行ったらどういう治療を求めますかとかね、そういう議論ばっかりしてたし、制度も多分それを求めてた。そうですね、制度がそれを求めてたと思いますが、そこに看取り介護というものを取り入れてきた、制度が取り入れてきたので、うん、そこから大きく変わりながら、でもまだ今現在も変わりきれていないという特養が残っている。なので、その2006年制度と一緒に看取り介護を始めたところと、いまだになんとなくまだそれは怖いとか、職員に負担がかかるとかっていうネガティブな理由をつけてなかなか進んでいないところもいっぱいありますよね、うん、そうだね。確かにあの急変してね、はい、救急車で病院に連れて行ってね、まあ、連れてくのは大体介護職員だから、夜勤でも日勤でも、まあ、看護師さんが中心に通院会場とか緊急時救急車乗ってる施設もあるかもしれないけど、人数的に言えば介護職じゃない。そうすると搬送された病院先でやっぱり特養の特別養護老人ホームのことを知らないドクターだとか看護師がね、なぜこんな状態になるまでほっといたのとか、あれそっちにも看護師がいたり医者がいるのになぜ連れてくるんだみたいな、まあ、ある意味怒られた、はい、で泣きながら介護職員が帰ってきたとかさ、はい、たくさんあったよね。はい、いっぱいありました、ね、でも本当に知らなかったんだと思います。なのでそれを都度説明をしてお願いをして味方につけてきた、それしかなかったですね。だからやっぱりそこもやりながら、はい、あこういう老人ホームでの死に方があるんだったらそれをサポートしてもいいかなっていうお医者さんがいて、はい、で協力部にも説明すれば、きちんと説明してくれれば病院の立場も分かる、はい、ただ説明もなくいけば当然治療が始まるし、はい、で家族も治療の判断を求められれば、こうしてほしい、ああしてほしいということを即答せざるを得ないじゃないですか、うん、あのやっぱり病院側は老人ホームも困っているだろうからという意味も含めて必死で老人ホームを助ける意味でも入院をさせたんだと思いますよ、うん、ただし、特別養護老人ホーム側がこの人はもう入院は求めてない、ただ今ちょっと苦しいから今だけ助けてっていうようなきちんとした意思を持って医療に臨めば、じゃあこの苦しみだけ取って施設へ帰りなさいっていうふうにご理解していただけたので、やっぱりもうそこはもうみんなで知っていくしかなかったですね、うん、でも結構難しかったかな今考えると。はい、今難しかったというかもう未知の世界。そうだよね、はい、でもっと言うと、うん、老人ホーム側の方がどん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 看取りという議論を家族や職員と一緒にし始める、でも病院にはその情報が全く伝わっていかない、うん、で
病気の状態の時だけ病院へ行くので、病院側はいつまでも何でしょう、老人ホームを助けてやらなきゃいけないっていう、うん、その努力というか、うん、その気持ちで受け止めてくれたんだと思いますけど、まあなんていうんですかね、病院のお医者さんもどんどん変わっていきましたよ。まあ、もっと言うと変えていきました。そうだね、説明をして。いや、僕らも分かんなかったからね。結局高尚なポリシーがあって看取りを始めたわけじゃないんじゃないかなと思ってね。そうなんですか。いや、介護には高尚なポリシーがあったけど、いや正直言うとそうでね。結局東京都の足立区でその新しい特養をやって、で久しぶりにできた特養だから重度者が多くてね、一晩に2人3人が入居直後救急車呼んで緊急搬送してね、でしばらくすると亡くなっていくっていうことを繰り返した。でそれをずっと続く、一晩に1回も、2回くらい救急車動けたからさ、救急車呼んでも救急車すぐ来てくれるけど搬送先が決まらない、うん、まあそれは地域性だよね。まあ地域性もですし、あの頃は本当に一緒という、そうことだけでも断られましたね。うん、結果として協力病院じゃなくてね、どっか受け入れしてくれるところがちょっと離れた病院でさ、お付き合いがほとんどなければ、はい、受け入れてくれたけど極端な話、次の日あるいは数日するとまた転院になってね、で東京離れて山梨だとか非常に遠い病院に行ったらもうご縁をたどっていけないっていうか、どこに運ばれたかさえ施設側がもう分かんなくなってきてサポートのしようがない、そういうこともたくさんあったよね。時間で救急車に乗った、うん、まあサチュレーションが下がってしまったので救急搬送することに夜間になった、うん、でも本人はそんなに苦しそうじゃないんですね。サチュレーションが90を切っているけど、うん、そんなに苦しそうじゃないけど朝までは待てないだろうからということで搬送になったんだけど、30件断られたっていうことがありますね。すごいね。はい、もう救急隊も必死に電話をかけ、施設の職員も必死に電話をかけ、うん、4人がかりで至る所に電話をして、まあ、2時間半ぐらいかかって31件目でやっと区を2つまたいだ時に運ばれていったけど、もう途中でもう救急車から引きずり下ろしたかったですね。だよね、うん、だからそういうことを繰り返していく中でね、はい、それが改善されるわけじゃないじゃん。どんどんそれがひどくなっていくっていうのは多くの人は認知症だし、うん、で病院に行った以上はやっぱ治療を求めるということを前提でいかなくちゃいけないし、もちろんその、うん、見取るという覚悟がなかったというか、さっき小川さんが言った話の中でありましたけど、特別養護老人ホームのミッションを本気で、うん、方針に置かずに解説しちゃったんですかね。何施設できするときに、うん、もっと早い時期から家族、利用者ですね、家族と本人という意味では利用者とこの先どうしていきますかっていう本気の話をもっと早くにしていれば救急搬送は減ったんじゃないかなと思いますけどね。まあそうだね。それだから今だから言えるんであってさ、2006年当時は家族と話し合って看取りをどうするかっていう議論って全くしてなかったから、要は急変時どうしますかって議論から始まったからね。でももうその頃からでも家族はもう年だからここでお願いしたいっていう人はいっぱいいましたよ。ただし施設側に本当の意味の覚悟がなかったというか、まあ、必要に迫られて徐々に整えていったので、
まあ、早い時期に看取り援助というものが仕組みもできましたけど、もっともっと早い時期からできたかもしれませんね、今から思えばね。いや、たくさんの命に襲わりましたね。そうだね。いやいや、あのトラブルもたくさんあったし、訴えられそうになったり怒られたり、はっきり言って職員も辞めてったからね。見取り、でも見取れることによって辞める職員は減ったんじゃないですか。あ、もちろんちゃんと見取りを理解して家族もそれに納得してね、計画通りっていうか、目指した看取りを分かった人間は定着していくっていうか、やりがいを持ってやってくれたけど、そこにたどり着けない中で結構やめていく。本当の初期ですね、それはね。今では、最初の頃ですね。看護職員が辞めましたからね。でも気持ち分かるんだよ、看護師さんが辞めるのがね、治療を求めない。だからずっとここで治療も求めずに、自然に人生を終えていくところのサポートっていうものに対して、治療を求めないんであれば、改善を求めないんであれば、ここで看護師として働く必要がないみたいな人もいたよ。まあ、それも含めて、特養の看護師の役割っていうものを本当に理解していなかったんじゃないですかね。そう、理解してなかったっていう言い方はおかしいですけど、そういうことをもっともっと議論をすればよかった。もっともっと自分たちのミッションってなんだろうね、何が求められていて、何がやりたくて、そして何ができるんだろうねっていうことをもっと話をすれば、おおむねみんな同じところにまとまっていくんだと思うんですけど、なかなかそれをマネジメントができなかったというか、怖かったんですかね、みんながね。介護職員はともかくね、特別養護老人ホームの看護師さんをその教育するっていうか、研修するっていう仕組み当時なくってね、長いこと特養で働いてる看護師さんが来て、新しく採用した看護師さんを教育する。はい、で、その看護師さんも多くは病院、あとは老人保健施設からを経由してくるくらいの人が多くてね、ちゃんと特養ってしっかり理解して来る人もないし、理解しないまま来た時にちゃんと教える人もいない。で、自分で考えろって言ったら、やっぱり今までやってきた病院のやり方だとか、どうしてもそうなっちゃうじゃないですか。今でもそういうとこありますよ。多いよね。はい、経営なさってる方というか、まあ、施設長さんなりが看護師さんに来てもらっただけでありがたいので、もうその人の自由でいいですみたいな、その人何を分かっていて自由にさせるのか、やっぱりこのその施設が何を求めていて、その施設がどっちの方向いてみんなが働いているのかっていうことは、新しく来た看護師さんにもちゃんと教育というか教えてあげて、一緒の船に乗って、いくら看護師でも理解していませんので、老人ホームのこと。まあ、もっと言うとね、介護保険料でお給料もらってるってことさえ理解していない人がいっぱいいますから。あれ、病院で働いてる看護師さんは診療報酬の体系って結構理解してるんですか。まあ、外来で、小さなクリニックの外来なんかやってると割と分かりますけど、大きな病院の看護師さんはそれは知る必要がないですね。制度とかね、はい、だけど処置だとか、自分たちの役割、あとは整形外科病棟なら整形外科病棟のこれは何点、これはどういうふうぐらいは分かりますけど、そんなに診療報酬のことを学ぶっていうよりは、まあ、正義を学ぶというか、自分たちの役割を学んでいきますけどね。そうだな。本館さんなんかはよく分かってますよ、自分たちが。あれ、本館ってさ、はい、しっかりとした教育の仕組みってあるよね。非常に教育の仕組みですか。あるよ、厳しいよ、研修の仕組み。特に管理者は
一回訪韓担当したことがあるけど、あ、こんなに研修するんだっていうさ、非常に厳しい研修の要件がありました、やっぱり。だってある意味、お医者さんの代わりをする部分があったりするわけでしょ、それもかつ一人で自宅に行くわけだからさ。で、お医者さんと連携するという意味では。でも、特養の看護師の研修要件ってないよね。まあ、研修要件っていう意味では、そんなに明確なものがないですね。ないよね。とりわけ、この今日のタイトルの看取りというものに対しても、本当にあの、陽性から出てくる要件ぐらいしか、それを読み取って、自分たちで読み取っていくみたいな感じなので、うん、あの、看護協会が出しているような施設看護のあり方みたいな刷新もありますけど、あれ、看取りの本もあった？老人ホームで働く看護師のテキストブックみたいな。ありますけど、看取りがどうこうっていうよりも、まあ、全体像ですね。うん、あの、施設の看護職は、その、施設の健康を管理する、介護職をサポートする役目っていうような、そんな心構えのこととかはありますし、その中で呼吸器疾患の看護の仕方とか、見極め方みたいなものはあります。うん、お医者さんも一緒でさ、その大学だとか学校でね、看取りそのものは学ぶ機会ってないわけでしょ。あの、看取りを学ぶ、看取りの手順、看取りを学ぶっていうのは、あの、手順みたいなものは学ぶと思います。ただそこのマインドみたいな、うん、まあ、俗に言う姿勢感教育のような部分のこととか、そういうものはそこの先輩がどういうふうに教えてくださる方かであって、そんなに学ばないかもしれませんけどね。でも最近はどうでしょうね。いや、最近はさ、あの、外で医療の関係者が集まって学ぶ機会が増えたじゃないですか。まあ、ここのところ新型コロナウイルスで学びの場が全部あの中止になってるけど、介護の勉強会にも医療関係者が結構来るでしょ。介護関係者が少ないね。お医者さんも来るし、看護師さんなんかしょっちゅう来るよね。そう、介護の勉強会ですか。介護を中心とした勉強会。あの、対象が介護関係者と思ったけど、実は看護だとかさ、テーマにもよるけど、はい、で、メインターゲットにした介護士とか、介護の管理職とかリーダーがあまり来てくれない。この間の、岩手県八幡平市の高橋和彦さんとは話したけどね、はい、岩手県って僕が見てると結構仲間内で勉強会やってね、地域でこうつながろうという活動が非常に盛んに見えるんだけど、高橋さん言ってたけど、いつも集まってる人は同じメンバーで、多くの、この辺でもそうだと思いますよ。そうだよね、はい、顔ぶれは一緒ですし、今も小川さん、介護の勉強会に医療の人いっぱい来るよねっておっしゃってくれましたけども、どうでしょう、そんなに一部の人がいろんなところに出向くかもしれませんけど、例えば病院で働いている人たちが介護のことを知りたいからっていうふうにどんどん勉強会に来てるかっていうと、そうでもないかもしれませんね。あれね、あの、その勉強会に来ている医療関係者、はい、お医者さん、看護師さん、はい、あるいは薬剤師さんか、最近だったら、とかセラピストの人たちが来て、ただ共通してるのはね、こう、病院、俗に言う病院の医療だけでは、うまくいかないっていうか、達成できないものがあるという人たちが集まって、で、それは学校でも、どこでも教えてくれないから、職場でも教えてくれないから、そういうことをやってる人たちの先行事例から学ぶみたいな形で集まってるような、在宅の医療関係者って言った方がいいのかな。あの学びの意欲ってすごいよね。と思いますよ、僕は。介護関係者来ないもんな。介護関係者でも、
結構遠方から来てくれる人もいつも同じ顔ぶれだよね。だから自分の地域で学べないから東京にやってきて学んでるんじゃないかっていうふうに僕はちょっと推察してるっていうか、うん、地域で学びの仲間を作りきれない、大きくしにくいので、地元では孤立するけど、同じ考え方の人たちが集まったら結構学べる。あれ、小林さんはさ、生活を支える看護師の会を設立したのは、当然その辺に考え方があったからでしょ？生活を支える看護師の会を作った目的っていうか、きっかけ。私たち、まあ、そうですね、きっかけ。本当の大元のきっかけは、看護師が、同じ看護師職をやってても、例えば病棟の看護師さんは、外来の看護師さんの仕事をどれだけ理解できてるだろうか。で、病院の看護師さんは、在宅の看護師さん、施設の看護師さんをどれだけ理解できてるだろうか。っていうところさえも、本当に私たちって、多職種連携の前に同じ職種、看護師と看護師が連携しなきゃダメだよねっていうところの入り口から入りました。で、その目的としてはやっぱ暮らしやすい社会を作りたいね。そのために日本全国に看護師はいる、そして医療でも介護でも看護師はいる。その看護職が力つけてつながったらすごいものができるよね、生活を支えられるよねっていうようなところからスタートしましたね。で、さっき小川さんが言ったみたいに、医療の人が最近在宅に勉強に来てくださるということであれば、多分この高齢社会が大きな理由になってるんじゃないかなと私は考えます。若い頃、まあ75年ぐらい前は平均年齢でさえじゃない、平均寿命でさえが50歳代だったなんていう時代があった頃は、それこそ今のコロナじゃありませんけど、公衆衛生が整い、抗生物質ができみたいな、そして薬で治るようになり、命が長らえるようになり、それが幸せだった。でもどうももうその幸せ感が現代の社会ではそれだけではもう幸せ感がないよねっていうところが、看取りっていうところにつながってくる。まあ、その看取りを、医療で治せない、治さないものを支えていくお医者さんや看護師さんにとってみると、やっぱりそこは病院という場所じゃないところの在宅にいっぱい学べるのかなと思って、来てくださるのかなと思ってさっき話聞いてましたけどね。なので生活を支える看護師の会もいろんな立場のいろんな働き方をしている看護師、そしてその看護師を支えてくれる一般の仲間たち、お医者さんもいれば、薬剤師さんもいれば、もっと言うと、自分が親を介護している家族さん、一般の方、全然違う企業に勤めている人、いろんな人が参加してくれているので、そんな方々と、まあ、ポイントは生活を支えるっていうところでつながっている集まりです。結構数増えてるんですか、今。数は増えますが、何でしょう、生活を支える看護師の会を運営しているメンバー、この運営しているメンバーがそれぞれの、まあ、例えば、訪問診療のところの看護の長であったり、あとは訪問看護ステーションを自分で運営してる長であったりなんていう人がいっぱい集まってるもんですからね、自分の分業でも今必死なんですね。そうだね、特に今、はい、余計そうだろうね。なのでなかなかその自分がやりたいことがなかなかできないという意味では、活動がなかなか展開ができてないっていうのは、これはちょっと辛いところなんですけどね。でもこれから期待大きいよね。やっぱり生活を支えるっていうこの言葉は私はいい言葉だったと思います。そうだね、分かりやすい、何事も分かりやすくしなきゃいけない。
で、まあ、看取りっていうものも、よく小川さんが、看取りって誰がするのとか、看取りの定義は何みたいな、そんな話が時々出ますけど、その受け取る人、国民一人一人、医者も看護師を持っているので、なので、その、そういうことから、もう、なんていうんですかね、もうみんながたくさん話をして、そうだよね、そうだよね、だったらこれでいいよねっていうふうに生活を支える術を見つけていく、そんなことだろうなと思ってるんですよ。あんまり難しく、医者がやるのは看取りじゃないなんていう人もいますけども、いや、医者は医者で看取ってる、それも看取りだと思う。でも、施設のようなところ、あまり医療と関わりの薄いところの看取りっていうものも、それもそれだし、いろんなところで看取りっていうものがされてますけど、まあ、看取り介護っていうものになると、医療のターミナルケアとちょっと違う。介護保険の中、介護のもとである看取り介護っていうものは、もう少しきちんとこう定義化されているというか、そこを理解をして、介護保険の施設の看護師さんたちは、ああ、病院との違いはここかっていうところを理解しないと、本当の意味で家族とも利用者さんとも向き合えないですね。どうしても、長い歴史の中で医療で育ってくる人がほとんどなので、医療の中の死に目、看取りっていうものを経験はしてきてる。そうすると、老人ホームでも死んだ時のお世話をするのが看取りだっていうふうに思い込んじゃってる人がいる。でも、もちろん死んだ時もお世話しなければいけないので、その看取った瞬間はいつですかっていう言葉に置き換えれば、それは亡くなられた時のことですかね。ですけど、私たちが言っている看取り介護のこの期間、この介護をする、ここはただ死ぬ時だけのことじゃないんですよっていうふうに考えると、今日の先ほどお話しいただいた最強の、最強にするの、緑。そこにつながっていくように、看取りというものを目標に置いて、まあ、ゴールというか、目標5、それを、ゴールに置いた上で相談をし始めると、じゃあその日まで何する？その日までできることをやろうよっていう発想に変わっていくんですよ。ね、おおむね介護職員さんって、最後まで私たち見たいですとか、看取り自体は人が亡くなるのは怖いけど、でもこの人が治らないんだったら、病院になんか、治らないのに病院なんか行かしたくないですって純粋に思ってる人が多いんですね。でも看護師さんは、看護師さん何とかしてくださいとかって言われちゃうと、いやいやいや、何ともできないから、じゃあ救急車呼んじゃおうかなみたいな、そんな形もあるので、いや、そこは多職種、みんなで覚悟を決めて、この人をどうやってこの先楽しく生きてもらうかっていう、その議論にしていくのが看取り介護というふうに考えると、医療のターミナルケアとの違いがそうだね。分かりやすくなると思うんですね。平成25年の全国老人福祉協議会の看取り介護実践フォーラムで、この看取りというもの、看取り介護というものを少し定義化させたんですね。そこには、近い将来得られないとされた人に対し、身体的苦痛や精神的苦痛を緩和、軽減するとともに、人生の最後まで尊厳ある生活を支援すること、これが看取り介護ですよというふうに、少し定義化して、これが平成27年の介護報酬改定の元になってきている。まあ、つまりは、看取り介護っていうのは、要介護状態をこう改善するとか、維持するとかっていう、そういうための介護じゃなくて、まあ、ご本人ができるだけストレスなく、自分らしい最後を迎えるための介護と言えるよね、なんてことがあります。まあ、でも、そうは言っても、
介護する側が楽しくないと、おじいちゃんおばあちゃんも楽しくないので、私はとにかく、目標値、最後の日まで生きるんだ、生ききるんだ、その最後の日まで生ききるところを、支えてちょうだいよっていうお年寄りを、よし、わかった、じゃあ何する、今日は何するっていうふうに支えていくという意味で、生ききるための看取り援助なんていう言葉を、今皆さんと一緒に使ってるんですけどね。まあ、生ききるっていうことは、日野原重明先生や瀬戸内寂聴さんが共著で書かれた本が「命生ききる」、こんな本があります。あと樹木希林さんも「この世を生ききる醍醐味」という本も書かれています。最近この「生ききる」っていう言葉が少し、皆さんの中で、ただ生きるっていうこととちょっと違う形で使われているように思います。小川さん？小川さんいなくなっちゃいましたよ。聞いてはいまはすい。か？聞こえる声。聞こえます。今ね、ここ実はエイジングサポートスタジオは1階にあってですね、シャッターを閉めたらね、風が強くてシャッターがバタバタするので、ちょっとうるさいかもしれないと思って、ちょっと音声と顔を切りま突し然いなくなったので、た。いやいや、小林さんが、ドローンしたのかと思って。いや、ちょっと音聞こえてない？ライブ。別に気にならないですね。そうですか。僕はガタガタしてるので気になってるんだけど。そうなんですね。今僕の顔映ってますよね。はい、映ってます。はいはい。映ってんのか。まあでも、じゃああと15分ぐらいしか時間がないので、そうは言いながらも、これは平成21年の三菱総研の特養ホームのデータなんですけどね、三菱総研いのつ？21いつ？年です。もうずいぶんあ、じゃ前ですが、介護21職、年。平成21年、古いです。あ、そうか、今さ、あ、そうか、そうか、はいはい、失礼しました。でも、その時に、精神的負担が大きいという看取り介護に対する評価が83%の職員からの回答だったと。もう私精とに神かく的。精神的負担が大きいから看取りができない。まあ、職員がね、それ今でもみんな言うじゃないですか。最初、看取りを提案していくときにさ。でも忙しくてできない。83%ってすごいじゃないですか。介護施設、老人ホームの経営コンサルやっている実感とほぼ一緒だよね、僕はね。いや、でも私が関わる特養の介護職員さんたちって、ここまでネガティブじゃないですね。そうかもね。ご本人が医療を求めるんなら医療に行くのもそれはそれだと。だけど、もう特養のお年寄りなんかは、まあ、100歳に近いような方々、もしくは要介護4、5でずっとご苦労なさって生きてきたような方々、その方々をできればここで最後まで見たいっていう、そういう言葉の方がたくさん聞こえますよ。ただし、負担というか、わからない。どうしていいかがわからない。そうそうそう、怖いっていうことはあるので、そこを、まあ、負担を少なくするという意味も含めて、やっぱりこの、今回、私、ご縁があって、このスクールをやらせていただく限りは、これを具体的に、そして、その参加してくださる人の個別の相談に乗りたい。まあ、一般の大きな会場のセミナーとはまた違うので、少人数でお互いの悩みを出し合ったり、じゃあそれはこういうふうにしたらいいんじゃないのっていうような、実際に合わせたような話ができる、そんそうな、だね。ものにしていかないと、このどうやったら負担が少なくできるんだろう。で、もちろん成功しているところのお話を聞いて、まあ、まねっこするのが早いです。ただそれができないんですよっていうふうにもう思い込んじゃってる人もいっぱいいるので、じゃああなたのところだったらここからやろうよとか、これ来週までにこれやってみようよみたいなことの取り組み方を、一つ一つ事例とかも含めてみんなで
取り組んでいくと、ああできたよと、負担も少なくなったよ、うん、ないかなと思ってますけどね。やっぱね、あのその気持ちはあるんだろうけど、やっぱりみんなでやらなくちゃいけないということと、家族に説明しなくちゃいけないということと、まあ、それはさっきね、看取りって誰がやるのとか、看取りの定義はっていう話をしたけど、やっぱりそれ一度きちんと整理しないと、なんかスタンダードっていうかさ、職員の不安だとか消えないんじゃないかなっていうふうに思うんだよね。家族にはちゃんと理解をしてもらわなきゃダメですね。だそういう意味だから、例えばあうちの施設の看取りはこうだとか、私はこう考えるとか、でも施設長はそう思ってないとか、看護師さんはまた別なことを考えてるとか、やっぱり多職種で人の命をみんなで支えなくちゃいけないという時に、私はそう思っていません、あるいは看護師さんだけが思いが強くてやってるとかね、あるいは栄養士はあの違う価値観で栄養マネジメントしてるとか、で支店長はあの職員が大変だったらやらなくていいみたいなね、逆もあるよね、稼働率上げるために無理してもやれっていうふうに葉っぱかけすぎても良くないだろうし、うん、あの看取りっていうものをなどういうふうに捉えるかなんですけど、私はただ単に一人一人の利用者さんの個別ケアだと思ってるんですね。だからさ、それが一番難しいですよ、はい、一番難しいけど、そこに持っていけばその一人の人のケアプラン、それなので別なんでしょう、5人の人が同じでなくてもいいじゃないですか。だからさ、あの個別ケアというのは一人一人が違うって意味で個別ケアじゃないですか、はい、でも職員の考え方とか目的はある程度統一されてなくちゃいけない、だからみんなに同じケアをすることは個別ケアじゃないからね、どういうふうに生きてきたの、どういうふうに生きたいので、ちゃんと選択肢を与えて選んでもらう、で選択肢が5つある施設と2つしかない施設、あるいはその能力がない、去年まではできてたけど今年はあの人がいなくなったので選択肢が減りましたみたいなことが結果として起きるわけじゃないですか、はい、だから個別ケアっていうのはやっぱり10人いれば10通りのサービスができる、だから看取りって認証ケアもそうだけどさ、だからそういう意味ですごい難しいですよ、一人一人の意向を聞いて一つの方針にまとめていく、でまた変化が起きたらそれをまた議論して家族も含めて違う方針でまた同じようにやっていくみたいなね、非常に難しい。難しいですか。いやいや、組織論的に言えばね、仕事的に言えば難しい、ただし小林さんの領域みたいにね、はい、なっちゃうと、まあ、答えはその人にあるわけだから、はい、で権限もある、でちゃんと知識もあってまとめられるパワーもあればいとも簡単にできるけど、そうじゃない人たちにとっては非常に難しい、死を語る、だから死を語る、あるいはお医者さん議論するというところも含めてね、はい、家族と向き合うためには、うん、向き合えるだけの力をつけなければならない、そのためには職員の研修もしなければならないとか、 なければならないってことはいっぱいあります。あとは、ね、やっぱりあの何を根拠にするのかっていうふうに考えると、特養の場合で言えば、看取り介護加算の算定要件、これを根拠にすることで堂々と看取れる。昔はなんとなく看取ったものの本当にこれで良かったんだろうかみたいな、職員の中にはあのお医者さんもいないところで人が死んで本当にいいんですかっていう、そんな心配をする介護職員もいたぐらい、何でしょう、何か制度というか、うん、法というか、それが認めてくれないと心配、それがあの加算要件を満たすということで OK な、これで OK なんだよと、介護保険が言ってることなんだよっていう意味では、うん、
研修もきちんといろんな項目でやらなければならないっていうふうに言われてますし、多職種でケアの見直しをおおむね1週間に1回しなさいっていう、そんなことまでが謳われているので、それらはコツコツとちゃんと、読み取ってやっていく。で、最初はやらされてる感があるんですね。毎週カンファレンスして、毎週家族と連携してケアの見直しをするなんて、そんなの無理とかって言ってるんですけど、やり始めると、この間ある施設の介護職の人がこうおっしゃったんですよ。これって看取りの対象者の人に私たちは今やってるけど、全員の入居者にやらなきゃならないことなんですよねって、その通りなんですよ、本当に。そのおじいちゃんおばあちゃんが今週こんな風な計画でこういう風に過ごしました、でこういう風におっしゃってたよってことを家族に報告すると、家族はそうだったんですか、じゃあ次に行く時にお父さんが欲しがってる水羊羹持っていきますねみたいな、そうするとみんなで多職種でみんなでそのおじいちゃんを支えていく、これが看取っていくっていうことの大元なので、やっぱりこの死ぬ時の、体制も、もっと、絶対必要ですけど、生きていることのケアプラン、そこがすごく大事で、もし難しいとか、うちはなかなかできないんだっておっしゃるところがあれば、まず一人にみんなでちょっと向き合ってみて、お試しでやってみる。で、話を聞いて、何をやり残しがないようにするにはどうしたらいい？何がしたい？で、家族にも協力してもらって、あなたが中心になるんですよっていうことをちゃんと家族にもお伝えして、ただ、日々のケアは職員がやりますからご心配なさらずっていう、そういうところも含めて、まあ、前回も、この、プレライブじゃないですか、けど、お話ししましたけど、やっぱり施設に入ること自体をハードルを下げないといけない、この超高齢社会だと思っているので、ここは離れのように思ってくださいよと。で、離れには私たちがメーカー追いだか、そういう人がお世話する人がいるから安心してくださいよっていうぐらいの、そういう家族との関係性がないと、まあないとというか、そういう関係性ができると、まあ看取りもそんなに怖くもなければ、負担感もなければ、辛くもないものになっていく。そこに持ってってあげないといけないので、まず大事なのは、家族というか、地域というか、国民というか、その周りの人たちにちゃんと理解をしてもらうこと。で、今、新型コロナの話で出てますけど、最近手を洗うようになりましたなんていう、そんな国民もいっぱいいるように、手を洗うという習慣さえがあまりなかった人が、こういう時に初めて、あ、手を洗うっていうのはそういう意味だったのかっていうことを理解するように、やっぱりこう知らせなければいけない。健康職たちだけで看取ろうとしちゃってるというか、そんな風に私感じているので、なるべく普通ごとにしてあげないといけないんだろうと思ってます。ただし、普通ごとにするためには、結構ネゴシエートして、緻密な計画と、ちゃんとこうすればいいんだっていうものを整える、その仕組み作りは私はどちらかというと厳しいです。決して何もやらずにいいのよ、見とれば、みたいな、そんな感じでは全く考えていません。必ず満足してもらう看取り、必ず本人が、ああ、よかったと思えるものにしていこうというのを目標に持たなければいけないと思っているので。その、まず看取りをね、ちゃんと理解して、ちゃんとやっていこうというふうに決めてね、で、勉強して、で、それができるようになると、楽しいよね。本当にこれが、私は特別養護老人ホームというところで本当に楽しかったんですけど、それは最後まで、自分がその人の最後まで
寄り添う、関わることができた。そして職員と家族が抱き合って喜んで、ありがとう、あなたのおかげでって、もう本当にみんなで本当だよね。最後の日になんでこんなにみんな笑ってるのみたいな。人が死んでいる目の前で、うん、まあ、悲しいけど抱き合って喜んでるみたいなね、はい、あれって本当に嬉しかったんだろうね、みんなね、職員も家族も、はい、られた職員はさっき言ったみたいに負担が大きいとかって言わなくなりますよ。私がやりたかった仕事はこれですって。いや本当に負担が大きいかどうかって、最初のね、勉強したり考え方を一つにまとめたり家族に説明するっていう部分では仕事が増えるけど、でも一致団結したら仕事が減るっていうか変わるよね、うん、実はこれは私が少し関わらせていただいた施設の家族さんが言った言葉なんですけど、1年間関わる、まあ、途中、1年の途中で施設が変わったっていうふうに評価してくださった。それは家族が、うん、なぜかっていうと、今までは家族に勉強しろとか家族に分かってくださいとか事例発表しますから聞きに来てくださいなんてことを施設の職員が言うってことがなかった。そんな手紙は今年初めてもらったよと、うん、でそういうお手紙出したらね、本当に家族いっぱい来るんですよ。そうだね、日曜日の午後、うん、勉強しに来いって言って家族がいっぱい集まってくる、うん、そして家族が、ああこんな風に考えてくれてるんですね、全く知らなかったですって言って、うん、情報を得たことで喜んでいる、うん、そこはもう本当にマネジメント、まあ、プロデュースみたいなもんですかね。いや、そこがさ、仕事の楽しさっていうか仕事病理で、介護の真髄だよ、うん、なのでそこで事例発表する職員さんなんかだと多分、うん、準備も大変、練習も大変、もう心臓が飛び出しそうですなんて言いながらも、家族の前でもう堂々と発表する、そしてそれが自信になっていく、これのまあ繰り返しですよね。そうだね、うん、いや小林さんみたいにね、もう何百人って見取りました、でそれで喜んでる家族さんだとか、亡くなった人もまあ綺麗に亡くなっていったし、職員もそれで頑張れるようになったしってことをたくさん知ってる人間はいいけど、まだまだそこにたどり着いてない人たちがたくさんいてね、うん、でも僕らが誰から学ぶんだとかね、行政の人が実地指導に入ってもこんなにたくさん見取ってるのおかしいって言われた時代だってあるわけじゃない、見取りのやりすぎだみたいな行政の人にも。でもあの人たちはちゃんと説明したり、ちゃんと理解したし、特養のことを知らないお医者さんも説明してくれたら分かるよって、それはそうだよ、うん、説明もせずにいきなり連れてってね、何しに来たの、病院に来た以上は治療じゃないかって言ったらいろんなものつけるよそりゃ、うん、その辺の共通理解が確かに深まってるけど、うん、もっともっと学ぶ機会を作ってね、うん、でやっぱり命から学ぶって正々堂々と言えるようにならないと、やっぱり介護の仕事とか楽しくないし伝えられないんじゃないかと思う。で家族さんもしかりでね、家族はまあ親一人だけじゃないけど、親を見取るのって 初体験の人多いからね、うん、僕らみたいに何百人経験しましたっていう話じゃないから、うん、そうなんですよ。なので私も、うん、よく施設職員さんなんかにも言うんですけど、こっち側は私たちはプロだよと、うん、そうそうそう、プロとしてたくさんのこの経験させていただいたことを伝えていかなきゃダメだよねっていうふうに言うんですね、うん、でどうしますかどうしますかってみんな家族を追い込むように質問をするんですけど、どうしますかって言われても何していいかがわからない状況の人にどうしますかじゃなくて、こういう人もいました、こんな人もいました、こんな悩みも持った人もいましたけども、こういう風になりましたよっていうような、せっかく教えてもらった命の事例、まあ事例っていう言い方が失礼ですけども、たくさんの命から学んできたことがいっぱいあれば、それを紹介するだけでいいと思うんですよ。
ね、って言ってやると施設の職員も同じような人、この人は、太郎さんの事例を言うと多分同じような悩みだわっていう人は、実は太郎さんっていう人がいてですねっていうふうに説明をしたら、家族が、ああよくわかりました、私もそういうふうにしたいですっていうふうに選んでくれたんですよ、なんてこの間話してくれたので、まあこれも、うん、まあ私の役割としてはそういうふうでいいんだよ、これやってみようよ、こんなこともあるよ、こんな知恵もあるよ、よそではこんなこともしたよってことをいっぱいご紹介しますので、ぜひそのそれを一緒にやってみて、楽しく、はい、この命というものを引き継いでいけれるようになりたい、なっていただきたいなと思ってますけどね。はい、じゃあ小林さん、はい、9時を回りまして今日もありがとうございました。ありがとうございます。ご参加いただいてる、これね、ライブってね、ご視聴っていう風に言わない方がいいって言われたので、やっぱね、ライブはご視聴じゃなくてご参加。まあ、僕らも不慣れなので、有名な YouTuber みたいな、ライバーみたいな人たちというわけにいかないので、ドキドキしながらやってるのは事実なんですけど、ぜひ今度皆さんもコメント欄に質問書いてもらって、それに答えるだとか、あるいは、よければ今日はですね、初めてストリームヤードって使ってるんですけど、これに一緒に参加して議論するとか、まあ、そういった機会も作っていきます。で、一番はやっぱり僕らがこれから準備を進めているニトリのスクールに、その専門家として学ぶということと、これから親を見取りたいという人たちもそこで学べるような2つのパターンがあると思うんですね。で、一緒に勉強もするし、家族は家族として学ぶ。で、小林さんの個別のサポートを受けたいんだったら、多分そういう機会もできるだろうし。で、見取りだけじゃないスクールも用意しているので、またこの Facebook ないしは YouTube で情報提供していきます。で、この後どうするんだって話も、今日はちょっとお時間に制限があるので、また、ですね、エイジングサポートアカデミーのサイトを作っていますし、細かく今まとめているので、ちゃんと手順だとかいうのを皆さんに、こういう手順ですよ、それはどこで学べますよっていうことをちゃんとご紹介していきますので、ぜひそれをご覧になって、まあ、一緒に、まあ、小林さんが言う看取りの文化をこの超高齢社会の中で確立していこうという、まあ、運動というか、そのために必要な学びの機会で、我々が一生懸命看取りをさせていただいた人の命から学んで次の命につなげていこうという、まあ、高尚な我々の思考を持ってですね、思想を持って皆さんと共に歩んでいきたいと思いますので、またどうぞよろしくお願いします。小林さん、どうぞ最後に皆さんに ご参加いただいている皆さんに最後のご挨拶をお願いします。はい、私たちが楽しくなきゃいけないので、皆さんハッピーに、そして、今は新型コロナで皆さんご不自由もなさってますけども、その先にある人生、みんなの人生を、まあ、考える時でもあるのかなと思いながら、日々暮らしていますので、そんなつながっていただけたら、またそんな話もしたいなと思っています。ありがとうございます。まあ、ありがとうございます。こういう、なんだろう、オンライン使って、老人ホームで暮らすお年寄りともお話できると思うし、もっともっと違う形でね、学びの場だとか、コミュニケーションの場を作りましょう。お年寄りの話を聞くっていうコーナー作ればいいじゃないですか。あ、それで、喋ってくれますよ。ね、リモートケア、遠隔ケアね、コミュニケーションケアできるよね。直接さ、手つないで取りに行くことはできないけど、こういうコミュニケーションケアは十分できるから、それ考えていこうというふうに思います。また興味があれば、また声かけるので参加してください。はい、じゃあ終わりますね。皆さんどうもご参加ありがとうございました。またやります。またご案内します。はい、おやすみなさい。